ユウムラが3勝目。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. さあ、2-3で現在はユーブラが逆転しております。そして第6戦でも1ラウンド目押せ押せなのはユーブラ、イザナミ。さあ、よくわかんないが、さあ、チュン、ラッキャンから、カウンターから拾っていく。さあ、もう一回ですね。スカ硬直はそこまでない。さっきね、ボーアリの時は 6B カウンターをきれいに決めてましたけども、一歩選手したのはイザナミ。さあ、レンちゃんがカウンターして即バースト。これはもう本当割り切ってますよね。トップバーストからガン逃げするんじゃなくてガン攻めするのがイザナミのすごいところなんですけども。さあ、だからヒットアンダーウェイが非常に強いキャラなので、まあそれも正解かなという感じです。さあ、これはいろいろあって立ち見指導だ。1入れ替え。さあ、これはミスりませんね。ライチが1本取り返してファイナルラウンドです。4B カウンター。さあ、テイク出しに押し置き。しっかりツバメで落とす。中段にバースト。さあ、しゃがみ A 対空になった。しっかりつないでいく。わお、ちゃんと落としてるの初めて見た。さあ、もちろん全身無敵で降りてくるわけではないんで落ちますけどもね。攻撃安定の塊のイメージなんで総裁することもよくあるんですが、 4B の視界だーっと 6C が届かない。何その、ラフキャンのいた感じでしたけども、ここは取り返していきました。お見事、3-3です。さあ、お互い譲りませんね。3-3の7戦目です。さあ、3C がふらって、逃げる。もうできませんが、ボディになる。さあ、これは補正切りの 6B をしっかりガードして、家で返してください。移動機上がりはシャガパンに潰す。しっかりコンボに行きつつ1入れ替えコンボを決めてくる。
なになに。さあ、そこバースト。さあ、これは一発のボール戻ってくるのを読んでいたか。しっかり下で待って、 OD から、さあ、しずくをぶち抜いて EA が挟みました。一本選手したのは新井地。さあ、スカシゲダンから崩していく展開の火で締めて、さあ、はめに来る6ビン。さあ、コマ投げはここで挟る、ストンプできない。さあ、立ち火暴れが通って結構減ります。おきずれやり過ごす、止め返しは空を切る。あと 6B カウンター、しゃがみくらいカウンター限定ですかね。チューンまで入って、ラストまだ上がらない。さあ、長めのダッシュコマだけは逃げるが、つまめ返しにスライティングがちょうど噛み合う。1-1でファイナルラウンド。さあ、しっかり直合していき、やり過ごします。出し 4B 対空、ちょっと位置は高いが、うまいこと連チャンで今度繋いでいきます。さあ、いいダメージ、知恵。さあ、盾を張ります、即バースト。あっと、あ、ちょっと今見過ぎましたね。さあ、イザナミ的には美味しいぞ。中段当たってくれない。あっと、棒飛ばし、カウンターで浮いた。ガード、ガードして冷静に棒発射。さあ、あっと、ここに来て落ち着いた対応見せます。さあ、先にリーチをかけたのはアットライチ、現在4-3です。第8戦目、さあ、開幕ホコがカウンターして、ホコカウンターは痛い、あんまりない状況ですけども、しっかりコンボ決めていきます。この空投げいやらしい。ラスト、さあ、このタンカーはね、ハツがね、立ち回りのハツがかなりうまい機能しています。さあ、空対空引っ掛けたのはイザナミ側。盾を張る、逃げるが追っかけて、あ、まだ分かんないぞ。
あー飛び道具いっぱい飛ばして天外の火が当たる。一本選手したのは三波。開幕昇竜歩いててガードしたまで良かったんですが反撃入れられない。ワオ受けてみる。あはー、またも今度は空中でフェイタルカウンター。ここは安心じゃねえや、落ちで拾いに行きます。しずくが、あ、うまい。結構離れたところでしずく当たったんですけど、ハイジャンプ B でここを繋げに行きますが、知恵ずっと 6B なんで食らってるのか分かりませんが当たっている。知恵で返して、これはどっちにしろ無理ですね。青キャンとかあればまた話は違うんですけど、さあ来ましたね、久々のフルセット4-4 です。さあフルセット来ました 4-4 最後の1勝勝った方が分からせ完了です。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. アトライ1対ユムライザナミ。さあこのボート橋からコンボうまいことつなげるのはうまいが火力は出ない。上田いく、あ結構出ますね、ジャンエー指導の割には。うまいぞ。さあディレイ置き上がりからのジェイク、しかも位置が入れ替わります。さあハイジャンプ逃げ浮かびさせないようといった感じなんですが、ここはバースト打っていく。さあ天下の火が見えないですね、あんまりダーク行きすぎると。さあ下段が刺さる、しっかりコンボは完走。先にリーチしをかけたのはユムラ。ブータイク、上目返しは盾で回避される。中段2段構えの 4D。 さあやっぱコンボ怪しいから一側も、あ当てずるいんですよこれ、暴走中はずっと残ってるんでね。オビーからの中投げは当たらない、逆にハツが当たる。さあこれはミスらないですね。さあ1-1ファイナルラウンド、バーストはライチ有利。開幕連チャンだが読みは合ってるんですけどね、圧が届かない。こちらも読み勝っている。上目返しにを盾で防いで 8B から反撃。わお、グー投げ位置入れ替えからのコンボ、ちょっと棒が縦の方に行ったが、さあこちらもクラッシュトリガーを使ってちゃんと立ち上がりに
リターンを取ってくる。移動キャラリー潰す。わお、さあ 4T で近寄って帰っていきました。耳が長い。先にバースト打ったのはライチ側。あ、レンチャンカウンター、どうだ。おい、イザナミ我慢した。 OD からのなんか 6B。 クーナギよく抜ける。危ない。最後はダッシュビットからの 2A の特攻、これが通りまして、いやーこれはでも超いい勝負でしたね。最後ちょっと下り気味ではありましたが、お互い主力を尽くしました。アットライチ対ユームライザナミは4号でユームライザナミの勝利となりました。お疲れ様です。